こんにちは、橋本彩子です。気分の落ち込みを防ぐ方法というテーマでお伝えさせていただきます。動画をですね、しばらくお休みさせていただいてまして、でその間、まあ、お仕事、企業さんのお仕事を主にやってたんですけど、ちょっと気分の落ち込みというか、まあ、メンタル的なところで気分が沈んであまり起き上がれなくなる時期っていうのがあったんですね。で今はもう回復してるんですけど、 YouTube をやってて、これまで出会わなかった方々とも一気につながったっていうことで、いろんな情報が入ってきて、中にはちょっと厳しいご意見などもあったりして、自分を責めたりとか、コメント欄見てショックを受けたりとか、そういったことが重なって、ちょっと気分が落ち込んじゃって、それがずっと続いたっていう状態だったんですけど、それをどのようにして回復させたかっていうことと、どうしてもこれから日照時間が少なくなってきますので、気分が落ち込んでうつ状態になる方もいらっしゃるかもしれないので、そうならないようにするためにはどうすればいいかといったことをお伝えをいたします。肉体的なアプローチとメンタル的なアプローチの両方からお伝えさせていただこうと思うんですけど、まず肉体的なアプローチは生活習慣とか栄養ですね、どうすればいいかっていうと、まず糖質制限をしました。砂糖を摂ると気分が乱高下しやすくなるんですね。血糖値スパイクといった言葉を、もしご興味のある方は調べてみていただければと思うんですけど、砂糖を摂るとその時は落ち着くかもしれないんですけど、また血糖値が下がると砂糖を求めるようになって、イライラしたりする、気分が落ち込んだりするっていう、その落差が激しくなるのが砂糖の依存なんですよ。お子さんでもちょっと落ち着きがなかったり、イライラしがちな子って白砂糖を摂りすぎてる傾向があるんですけれども、砂糖を摂れば摂るほど砂糖がもっと欲しくなって、もっとイライラしやすくなったり、もっと気分が落ち込みやすくなるといった悪循環になります。特に空腹時に白砂糖を摂るとかは、血糖値がガーンと上がってしまって、またガーンと下がるっていうことになるので、空腹時には甘いものを食べないようにしてましたし、なるべく砂糖が入ってるものを食べないようにするといったことを心がけました。ということと、日光に当たるっていうことなんですけど、日光に当たることで脳内のセロトニンが作られやすくなりますので、できれば朝とか午前中ですね、外に出て歩いて日光を浴びるっていうことをできる時に心がけてて、午前中が難しくても日中ですね、散歩に出かけるとかっていったことをしていました。あとすごく私の中で大きな変化になったのが、タンパク質と鉄分をしっかり取るっていうことなんですけど、気分が落ち込みがちになってた時ってほぼヴィーガン生活をしてたんですよね。胃腸の消化力が弱ってしまって、お肉を全く食べられなくなってしまってたので、タンパク質が極度に不足していたといった状態、お魚もあんまり食べられなくなってしまってたんですよ。そういった状態だったので、栄養が今思うと本当に不足していたなと思ってます。でどうしたかっていうと、参考にさせていただいた書籍が、藤川徳美先生のうつ消しご飯っていう本がありまして、概要欄にリンクを貼らせていただくんですけれども、そちらの本に書かれてあるメソッドに基づいて、まずタンパク質と鉄分をしっかり摂るようにしたっていったことと、あとサプリもですね、藤川先生の本に書かれてあるナウフーズのサプリを海外から取り寄せて、メガビタミン療法ですね、それをやるようにしてから 2,3 日で変わったなっていうことを実感しています。最初その胃腸の消化力が弱ってて、お肉など全然食べられない時はプロテインを摂るといいよといったことが書かれてあったので、もう先生の方にはプロテインをしっかり摂りましょうといったことが書かれてあるので、プロテインを摂ることによってお肉も食べられるようになって、鉄分も摂れるようになりました。鉄分が不足してると、血液がやっぱ不足するっていうことになるので、それがあらゆる疾患症状の原因になるんですよね。サプリなども一つかなと思うんですけど、どうしても胃腸が弱くってお肉を食べられないよっていう方、そういったご相談をいただいた方もいるので、これはあくまで私の個人的な体験からなんですけれども、赤ちゃん用の離乳食でレバーとか使われてあるものもあるんですよね。介護食でもあると思うんですけど、離乳食でレバーの入ってるものを常備しておいて、それを食事に使ったりとか、それをそのまま食べるとかでするだけでも鉄分不足は補えるし、その胃腸が弱い方でもちょっとは良くなるんじゃないかなと思います。いろんな考え方ありますし、そのビーガンが体に合う方とか、お肉が全く合わない方いると思うんですけど、私の場合はですね、自分で仕事もしてますし、お客さんがいてビジネスもしててっていった、そういったライフスタイルを送ってるので、
やっぱり栄養をしっかり取らないと力が出なくって、その力が出ないことで自分を責めちゃってうつ状態になってみたいな悪循環になるかなと思うので、お肉はそこそこ食べた方が生活には合ってるのかなと思ってます。でやっぱりお肉食べると腸内環境が汚れがちにはなるので、お野菜もしっかり取るようにしてたりとか、あと発酵食品ですね、あの漬物とかキムチを結構よく食べるんですけど、あのキムチなども食べるようにしてます。あと自分で塩麹とか甘酒とか、家にヨーグルトメーカーがあるので、あの時々米麹を買ってきてそういうものを作ったりとか、まあいろいろやってます。さっき腸内環境の話もしたんですけど、腸内もしっかりきれいにした方がいいと思うので、発酵食品とかお野菜とかしっかりとって、あの毎日すっきりさせるっていうことを意識されるといいかなと思います。自分を大事にできてない時って自分の体を感じられてないと思うんですよね。だから自分が例えば腸内環境が悪いとか血液が足りてないとか、そういったことも自分で感じられてない状態だと思うんですよ。で私もそうだったので、自分の体がどういう状態になってるかっていうのを自分で意識できてなかった時は体調もメンタルの状態も悪かったんですけど、自分の体がどういう状態なのかを自分でしっかり感じるといったことをできるようになってからは、やっぱり自分を大事にするっていうことを意識するようになりました。結果ちょっとずつ時間をかけて良くなってきたかなと思います。次にメンタル的なアプローチなんですけれども、自分を責めがちな方ってやっぱり過去のトラウマでいろんな人から責められてきたとか、子供の時に大事にされなかった記憶があるとか、いろんな過去のトラウマもあって、でそれが原因で自分を責めるっていうことになってるんですけど、そのトラウマと一つ一つ向き合ってみる、あの時あの人にああいう風に言われたけど果たしてそれは自分が本当に悪いからなのかとか、別に自分悪くないよねっていうことを一つ一つ向き合ってみると気づけたりするんですよね。人間って社会的な動物ですので、いろんな人と関わっていく中で、なんでこの人こんなんなんだろうと思うような人も中にはいるんですよね。あの悪意があったりとか、他人を利用しようとする人とか、そういう人の餌食になっちゃいけないなと思うので、他人の気持ちを人一倍考えてしまう HSP 気質の方の場合は特に、自分と他人との間に境界線をビシッと引きましょうということを私はいつも強く言ってます。で、自分と他人との間に境界線をビシッと引くってどういうことなのかっていうと、例えば他人が自分の悪口を言ってると、例えば橋本さんってああだよねとか言ってても、それはそれを言ってるその人の問題であって、私には関係ないっていう風に私は考えるようにしています。相手が自分のこと何を言ってても、私がそれを知らなければそれは私の世界には存在しないことなので、私には関係ないって思うようにしてて、そんなことを言ってる人とか自分を大事にしてくれない人のことを考えて悩む時間とエネルギーってもう人生でとてももったいないと思うので、そういう人の存在は自分の意識からなるべく排除するようにしています。自分が迷惑かけてしまったかなとか、いろんな人との関わり合いの中で自分を責めがちな方もいらっしゃるんですけど、よく反省する人って言うほどそんなに迷惑かけてないんですよね、人に対して。で、本当に人に迷惑かける人とか害を与える人っていうのは、人のことをあんまり考えてない、悩まないような人なので、悩みがちな人とか自分を責めがちな人はあんまり自分が人に迷惑かけてることに対しては悩まなくていいと思います。極論ですね、100年後には誰も存在しなくなってるわけですよ。自分もそうですし、自分の周りの人もっていうことを考えたら、あんまり小さいことで悩むよりも地球環境のことを考えたりとか、社会貢献とか、そういったことを考えるようにする時間が増えたかなと思います。例えば地球の未来にとって自分は何ができるのかとか、社会にどんな形で貢献できるのか、自分の命をどういうふうに使っていけるのか、そういったことを考えるようになってから、あんまりその他人が自分のことを何か言ってるとか、そういうことには悩まなくなったかなと思うので、自分の命をどのように使うか、自分の人生をより快適にするために、そして自分がより社会に貢献していくために何ができるのかといったことを考えると、人間関係で悩む時間が減ってくるんじゃないかなと思います。以上が気分の落ち込みを防ぐ方法ですので、気分が落ち込みがちな方は肉体的アプローチとメンタル的アプローチの両方を実践されてみてください。
この動画が参考になったと思っていただきましたら、高評価のグッドボタンを押してください。私に何かご質問などございましたら、概要欄に記載の LINE 公式アカウントの方からお友達追加をしてメッセージしていただければと思います。このチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします。